演舞開演。埼玉のお昼ご飯です。なんだか会場周辺で別のお祭りがやっていたので、そこで食べることにしました。ご当地グルメの玉こんにゃくとスタミナ皿うどんというものです。どちらも美味しそうですね。では玉こんにゃくからいただきます。うん、プルプル、いや、もっちりか。次はスタミナ皿うどん。こちらはパリパリ。スタミナ皿うどんは後からじわじわとくる辛さのひき肉のあんがパリパリ麺とよく絡んでとっても美味しかったです。そして玉こんにゃく、プルンプルのこんにゃくが歯ごたえがすごくてくすごって食べ応えがあり、これだけでもお腹がいっぱいになりそうでした。まあ私は皿うどん食べちゃいましたけどね。埼玉のご当地グルメ侮れません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。